がとうございます。私たちは小さい頃から三味線と民謡を習っているのですが、今日はその三味線を使って民謡を歌いたいと思います。三味線のみの伴奏なので、皆さんもしよかったら、手拍子をお願いします。最初に聴いていただく曲は、天竺であればという民謡を聴いていただきたいと思います。あ、
に最後の曲です。披露、決まったばっかりだけど、どうすればいいかな。ぜひこの曲は手振りがあるので一緒に踊ってください。はい、はい、それでは平山さん先生が私たちのために、そして下町浅草を盛り上げようという思いで披露してくださいました。浅草においでよ、行ってください。一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、今日は
ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。葵と楓のお二人でございました。一緒に拍手をお願いいたします。